評判バーターかっ飛ばせ、はい、こんにちは、亀さん。こんにちは。突然すいません、今日は亀さんのグローブを見たいっていう方が、教えてほしいっていう方がたくさん視聴者にいるんで、ちょっとグラブ紹介をしてもらいたいなと思うんで、よろしくお願いします。もちろんグラブのメーカーは三沢です。相変わらずの三沢タイガースね。ヘボタ、またいくつもグローブ作りますね。いや、作ってないんですけど、お、ちょっとウェブを。お、ちょっと斬新ですね。これが何を教えてる？亀の甲羅なんですね。自分にかけた。自分にかけた。自分にかけちゃった。そうそうそう。完全に亀の甲羅。あら、素敵ですね。でもなんかこんな、なんていう、そんな亀らしくないっていうか。うん。トラと亀のコラボ。トラと亀のコラボ。刺繍はなんか入れたんですか？刺繍は入ってないですね。ない、もうシンプルに、シンプルに、はい。グラブの特徴としては、でも相変わらずのここ緩めて、ああ B2 タイプなんで、こういう形こうね、はいはいはい、やっぱそれが一番力入るのかな。力入りますね、本当に。グッとこう手のひらを締める感じの親指。 そうですね、こう入ってますね、僕はやっぱり。ああ、小指からね、小指からこうねじ込む、こういうタイプもいますけどね、うん、こういうタイプ。亀が B2 で小指から締め上げるっていうね。僕はこうですね。お、ひねりね、ひねりね。それにグラブも合わせたと。やっぱり胸の張りを出すにはこのグローブの引きってすごい重要になってくるので、うん、本当は僕もっと前に出したいんですけど、なかなかちょっとバランス的になんか長年出せなくなっちゃって。ああ、やっぱ手前出すのってバランス取るの難しい、うん、出しすぎるとやっぱ逆に力入らないみたいなので、うん、僕はどっちかというと下から上げてくる感じですか。ああ、なんかコメントを入れてた人も、亀谷さんは下からこうグラブを持ち上げてくるんですねっていうコメントも いましたっけ。うん、いたいた。でもいろいろあると思うんで、もうこれはあくまで体の使い方。そうやね、個人差はあるからね、はいはい。まあ、あと威圧感というか、うん、ここの間の勝負ですよね、まあ、ボールを隠すだったり、うん、いろんな工夫はありますけど、僕は下から上にこう絞っていく感じですね。腕の絞りいいんですけど、体の絞りはどうするんですか。体の絞り体の絞り、ね、あれなん か, ずっとか先月ぐらい絞るわって言ってたよね。課題になってますからね。ああ、もう永遠のテーマで、まあ、引き続きやっていこうかなと。じゃあインタビュアーのザンさんと一緒に5キロぐらい落としたい ねザンさんもね、人のこと言えないんで。そうね、ただ落としたら落としたで力入らなすぎとか言われるからね馬力がない、ね、そう、馬力がないないならないですから。そうそうそう一長一短だからね、はい。じゃあ亀だ。これどうすか、結構良くないですか。いいね、なんか見た感じでさ、グラブのインパクトって決まるじゃん、うんうん、あ、これ良さそうだなみたいな、うんうん、いやーみたいな感じが伝わってくる。もともと真っさらだったんで、うん、まあ、本当にドシンプルな、結構シンプルなの好きなんですけど、まあ、形はもう相変わらずいいんでね。中、はい、なんかもうここの感じ。これは軟式用ですね。軟式、軟式用。革どうですか。これ今日初めて使ったんですけど。初めて。もうめちゃめちゃ柔らかいです。え、湯もみとかなんかしたの。何もしてない。してない。してない。あ、じゃあもう出来上がってきちゃったね。普通に今日やってたでしょ。うん、軟式用。ここまでもう柔らかいんで。じゃあもう効いてんすよね、これマジでそこ押しだね。そう、ちょ、わざわざそこを外そうと思ってさ、いやないじゃないか、俺違う形に、話に変えようと思ってんだけどそこ持ってくるよね。ちょっと見てみたいな。えらー、だって誰もないですよ。自画自賛だね。そうそうそう、もう嬉しくてしょうがないでしょ。嬉しいです。デザインできるってね、またいいよね。はい、まあ、じゃあということで、それを抱えて今日も寝る感じですかね。そうですね、そこまではしないと。じゃあ、まあ、今シーズンもね。そうですね、もう本当後半戦入ってくるんで、うん、まあ、グローブもそうですけど、ちょっとまずはやっぱり技術面なところを、そうね、ちょっと改めて追求していきます、ね、はい。まあ、夏場差し掛かってくるんで、うん、まあ、体力ね、体力もしかり、はい、技術もしかり、まあ、ぜひ皆さん期待してると思うんで頑張ります、はいはい。ではどうも亀谷さんでした。ありがとうございました。
草野球のナンバーワン。